はい、こんばんは。カズチューブ、今日もやりますよ。今日もご視聴ありがとうございます。今日はオリックスバファローズゲームがありませんでした。さて、明日からはホームにジャイアンツを迎えての明日明後日の連戦です。金曜土曜の2連戦、いずれもナイトゲームなんですが、さて、バファローズがこのジャイアンツを迎える一戦ということになるんですがね、ここまでオリックスは4連勝中ということなんですが、ここまではベイスターズに2勝、スワローズに2勝の4連勝なんですね。セリーグ相手、明日もセリーグ相手ではあるんですが、明日はなんといってもセリーグのチャンピオンチーム、ジャイアンツを迎えての、一戦になりますので、さあどんな戦いを見せるかということなんですが、まずもう先発ピッチャー、皆さんご存知のように、オリックスバファローズが山本由伸、そしてジャイアンツが菅野智之という、もう両開幕投手ですよ。で、山本投手の場合は、プロ初の、開幕投手ではあるんですが、もう菅野投手は4年連続7回目の開幕というね、もう開幕投手慣れしている、そんなピッチャー、大エースなんですが、本当、今のこの日本を代表する、ピッチャーの投げ合いということなんで、非常にこれ楽しみですよね。山本と菅野、実はあさってもまた楽しみで、ジャイアンツは宮本コーチは明日は菅野、あさっては戸郷で行くということをもう公言されていますので、オリックスはおそらく宮城で行くでしょうから、あさっての戸郷対宮城という、若いピッチャーの対戦、これもまた楽しみなんですが、まず明日は、この山本由伸対菅野ということになりますね。で、その前回の山本投手なんですが、前回は3月5日の横浜スタジアムでのベイスターズ戦でした。5回投げて、この時は失点3という投球内容だったんですね。で、一発峰井に打たれました。スリーランホームランだったんですが、その3失点で、外を狙ったボールが、シュート回転して真ん中に入っていったということで、本人はそのボール悔やんでましたね。本当、公式戦では命取りになってしまうようなボールという表現していたんですが、そこを修正してということになりますね。で、おそらくもう少しこうイニングも増えていくものと思われますけれども、さてどうでしょうか。おそらく本人の中では修正点があるものと思われます。で、山本投手の由伸投手の、登板前の、直前のコメントに関しては、明日5時以降に、またこの見どころというところで、このカズチューブで詳しくお伝えすることにいたします。どうぞお楽しみに。山本投手のコメントは明日の試合直前のカズチューブでお伝えすることになっています。前回は3失点だったんでね、そこどうなるかということではあります。さて、オリックスのここまでのオープン戦を振り返ってみます。もうオープン戦も後半に入ってきましたが、ここまでは4勝2敗1分けで、順位としては2位タイということになっています。もちろんこの先ほども申し上げましたが、パ・リーグ相手の4勝ではないというところが、少しまだクエスチョンマークつくんですが、でもその勝ち負けではない、内容ということを考えていきますと、例えばチーム打率が2割7分4厘、これはタイガース、ライオンズに次いで現状第3位ということですね。打ててるということ、その後タイムリーが出るかどうかはまた、別問題ではあるんですが、チーム打率も現状まずまず打てているんではないかという数字ですね。で、あとこの ERA、 これは防御率の方なんですが、チーム全体では 2.18、 実は、この数字は12球団トップということになっておりましてね。ですから今のところ本当にこのまだこう7試合だけではあるんですが、非常にこの投打のバランスが取れているということになっていますね。ですから、明日から、巨人と2つやって、日曜日西武、その後火水木は静岡で楽天戦、そしてその後金土日と好調阪神を迎えるということになっておりますんでね、果たして、このここからの後半、オープン戦の後半、どんな戦いを見せてくれるのか。これまでは若手の挑戦とかっていうものもありましたけども、やっぱりそろそろね、各選手、本気を出してきますし、実際こうベテラン陣なんかも加わってきます。ジャイアンツも
昨日のゲームですね、福岡では1点ビハインド9回に3番坂本、4番岡本の連続タイムリーで同点に追いつくという、まあ、3番4番に当たりが出てきました。原監督もやはり3番4番打つとやっぱり点が入るんだよねとおっしゃっていたようですし、明日は中島選手が、元オリックスでも頑張ってくれましたが、中島選手がジャイアンツ、この一軍合流ということを聞いていますので、ベテランも揃ってくるという中で、各チーム主力が出てきます。その中でこのオリックスバファローズが、これまでのような戦い方ができるかどうか、それをこの、オープン戦の後半の中で見ていきたいと思います。さあ明日も、カズチューブはそうですね、ゲーム前の直前の見どころと、ゲーム後の選評をお伝えすることになっています。今日も最後までご視聴ありがとうございました。